はい、えー、ついにですね、政府が、あ、給付金第2弾を出すことになったようです。ところがですね、これちょっとね、ふざけた話なんですよね。まあ、後ほど記事読みますけども、最初に私の感想を言っときますね。えー、この給付金っていうのは、もうすでにですね、政府が給付金第2弾配ったよっていう風な実績を作りたいがために、絞りに絞った世帯だけにね、えー、お渡しする給付金になると思うんですよ。まあ、もちろんね、やらないよりはやった方がいい。絶対やった方がいいんですよ。 やっぱりね、生活困窮者と言われる方。まあ生活困窮者を誰にするのかってことをまたね、決めなくてはいけないんですけども、とにもかくにも誰かにお金が渡るのは私はね、とってもいいことだと思うんですよ。ですからそこに対しては、非常にね、評価したいと思いますけども、ただね、やっぱりね、この、うがった見方かもしれませんけども、これによって、給付金第2弾私たちはやりましたよっていうふうに言いたいんだろうなと思うんですよ。 ね、ずっと、ね、安倍総理も、菅総理も言ってますけども、緊急抗議資金とか、誇張金とか、それからね、持続化給付金を、我々はやってるじゃないですかって言いますけども、どれもこれも、一回受け取ったら終わりで行き詰まるものばかりなんですよね。だそうではなくて、継続的な支援が必要なんですよ。緊急事態宣言っていうのは、継続的に私たちが、一定の主権を制限されるわけですからね。え、とてもじゃないけど、私たちが、あの、いただいた保護っていうのは、10万円の給付と、 マスク2枚。これで終わりなわけですよ。で、生活困窮者世帯に今回配ると言いますけども、いや、それはね、生活困窮者として認識してるんだったらずっと配ってほしいなと思うんですよ。生活困窮者が困窮しないように。それこそ生きていればいいとかね、生活保護があるんだからいいみたいな、そんなことをね、政府が発信すれば、国民もとりあえず生きてりゃいいんだよ、生活保護は、みたいな論調になっちゃうわけですよ。そうではなくて、健康で文化的な暮らしを送れてますかってことですよね。 だかから、友達ととね、ね、ランチに行くのを我慢したりとか、ね、同窓会にはお金がかかるから行かないとかねどっか二次会に誘われても行けないとかいうんじゃなくってやっぱりねあの女性でしたら化粧品がちゃんと買えるとかあの、まあ、四季折々のね洋服が贅沢でない程度に買えるとかねいろいろあると思うんですよ。 健康で文化的な暮らし、男性だってねやっぱ就職活動するためにお金がかかりますしね、まあ、いろんな情報収集したりとか人に会ったりとか勉強したりとかして自分を高めていかないと生活保護から抜け出せなかったり生活困窮者から出なかったりするわけですよもちろん全員が出るってことは結局無理なのかもしれませんけどもでもちょっとしたねきっかけとか継続的な支援によって自分の希望の人生が歩めるってものを支援するのが国の役割だと思うんですよ そういうことのために、うん、まあ、徴収される税金でしたら、人は文句は言わないと思うんですよね。でも結局、集まった税金が困った人に渡るんではなくて、余裕な人の余裕な財源、いわゆるね、高級官僚の接待にもう7万円とか用いられたり、で、働きが悪くなると、入院したり辞めたりとかね、こんなことをするもんだから不満が出るわけですよ。ということでね、ちょっと記事の方を読んでいこうかと思います。10万円給付金問題、ついに政府が、ついに政府が、現金支給を検討へ、 しかもまだ検討レベルというね。3月中に支給対象世帯を議論する予定。あの3月に議論して、じゃあ支給はいつになるんですかって話ですよね。今月来月で何とか生きてる人って受け取る前に死んじゃうよってことですよ。うーん。遅すぎてしょぼすぎるよ、本当に。政府が特別定額給付金10万円を困窮世帯に限定して支給検討ということで、遅すぎると。 一年間のコロナ禍の中で、検討は去年できたんじゃないですかってことですよね。10万円給付を去年やった段階で、次はいつ頃誰にってことをもう決めれたと思うんですよ。うん、それこそね、高級官僚の接待したりとか、暇なわけですから。ね、2月28日、政府が特別定額給付金の再支給の検討に入っているという報道が出された。これ特別定額給付金でも何でもないですよ。はっきり言ってね、 生活う困窮世帯の支援策としてはコロナ禍で失業したり、うんで書いてますけども、生活困窮者のね、支援として一発10万円っていうのはあまりにも無慈悲だと思いますよ。生活困窮が解消されるまで延々と、もうそれこそね、定額金を毎月のようにお支払いすることだと思います。じゃないとね、だってこれから何ヶ月、何年続くかわかんない生活困窮に対して、はい、10万円、これでいいよねっていう話じゃないと思うんですよ。でもちろんね、 お金をもらい続けると、もうもらい続けることに甘んじる人もいると思います。でもまあ、それでいいじゃないですか。ね。だってあの、国会議員の皆さんね、それから公務員の皆さん一国にするわけじゃないですけども、国会議員の方の一部の方は、継続的に200万300万もらってね、で、何もこの国を良くしてないわけですよ。いわゆる仕事ができてないわけですよ。そういうふうな努力や結果に応じて、ではない、もう完全にオートメーションでね、 支給されるお金に対して一番堕落してるのは誰ですかってことですよ我々国民じゃないですようん、そう考えていくともうなんかねやっぱり私たちはねこんな人をなんで選んでしまったんだろうかと思ってしまいます絶対にね次の投票では選挙では 自民党、公明党に長つくところは一票たりとも入れないぞっていう姿勢が私たちには必要ですよね。で、そうなったらどこが政権になるんだって言いますけども、無政府でいいわけですよ、もうそうなったら。どこにも投票しないとかね。投票所に行って白紙で自民党には絶対入れないっていうふうに表に書いてね、投票するぐらいの気骨が私たちにはいるんじゃないかなと思います。まあ散々パラ自民党には騙されて、盗まれて、人生を台無しにされてるわけですよ。人類の敵。ね。人類の敵と言ってもいいですよ、自民党。 最悪ですよ。そしてそこに組みする公明党最悪ですよ、この二つは。自民公明が、この政治の中枢にいる限り、私たちに幸せはないんではないかなと。そのぐらい、私はね、ちょっと生き通る一年でしたね。危機の時にこそ、その進化が問われるというならば、こういったコロナ禍と言われる危機の時こそ、権力者の応募ぶりが目につくわけですよね。皆さんはどのようにお感じでしょうか。それでは本日は以上です。